それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は拡張ユークリッド誤助法の応用としまして、その中国常用三法を紹介しました。でこれは、中国常用定理なんですけれども、これをの計算法をですね、その拡張ユークリッド誤助法を使ってその構成的に計算するという方法でした。で、今日はそのまた別な拡張ユークリッド誤助法の応用としまして、有理数の再構成を紹介したいと思います。テキストを持っている人はセクション 4.12 ですね、70ページからありますので、合わせてご覧ください。よろしいでしょうか。で、今日はですね、まず最初にその有理数を常用管に埋め込んで計算するという手順、計算を考えたいと思います。まず例題としまして、こういうその有理数の計算を挙げます。5分の2プラス3分の1ですね。で、このぐらいですと、普通にそのこれまでその学校で習ったやり方というのは、通分して分母を揃えて、で分子の加減算を行って、出てきた結果を約分するというものだと思います。で、ところがその実はこの有理数演算ですね、今のような簡単な例はそうする必要は必ずしもないかもしれませんが、これが例えばその非常に大きな分母分子の数を大量に扱うということになりますと、その通分をしただけでどんどんその桁数、分母分子の桁数が大きくなってですね、で計算が非常に大変になるというその問題が起きることがあります。でそこでそのここではですね、その有理数を常用管に埋め込んでその計算することを考えます。で一応問題設定としましては、その、有理数 t 分の r ですね、r と t は整数としますけれども、この t 分の r をその、z over pz というその、常用管で表現するとしましょう。でここで p はその十分大きな素数、十分大きなというのはその、この、t 分の r を表もしくはそれに関するその有理数の計算をその表現できるような大きな素数ですけれども、そういうのを使うということですね。でそうしますと、この P、今 P は素数としておりますので、そのこの常用管ですね、この常用管の元 A というのを取っていきますと、これは乗法の逆元を持ちます。で、例えばということなんですけれども、今ですね、その例えばその、487という素数を持ってきておりますけれども、この、t ある t ですね、このある整数 t がしかるべき条件を満たすときに、そのある t の逆元がですね、この487を法とするようなその t の逆元が存在するというわけです。でそこで、こういったその常用管上でですね、もともと与えられた t 分の r という数をその r かけるその t の常用管での逆元という形で掛け算で表すわけですね。で、そういうことによってそのこの r 分の t をそのこの z over pz という常用管の上で、あるその整数に移すことによって、その常用管上でその有理数同士の計算を行おうというのがこの基本的なアイデアです。でじゃあこの常用管でのですね、この t 分の1に相当する t の逆元はどうやって計算できるかというと、以前のこの授業で紹介しましたその p を法とするその法逆元の計算に希釈されるということになります。でそこでまず、今出しました例題に対して、今のですね、常用管上での計算に希釈させる方法を一つずつ見ていきましょう。
今ではですね、その5分の2プラス3分の1が15分の11ということになりましたので、その、まあ、R 分母 t とそれから分子 r に対して、まあ、それぞれのその絶対値の常解となるような数を何らかの形で選びます。まあ、今回は例題ですので、まあ、あらかじめその計算結果が分かっているというのもありますけれども、一応今回はその分子 r の絶対値は15未満、それから分母 t の絶対値は16未満であるというふうにしまして、で、そういう条件をまず見繕っておくわけですね。で、次にその r と t の常解に対してですね、そのこのまあこの 2×r×t、この場合はその 2×15×16 よりも大きい素数を選びます。この場合その 2×15×16 が480になりますので、480を上回るような素数 p を一つ選ぶということで、480よりも大きな、なるべく小さい素数としてここでは487を選びます。で、そこで次のステップではその与えられた5分の2と3分の1をそれぞれそのこの z オーバー 487z というその乗用感に埋め込みます。で、埋め込みの計算に必要なのはその分母ですね、分母の逆乗法の逆減を計算することですね。で、この場合はその5分の2を埋め込みますので、そうすると5分の1に相当する乗用感の減を計算するわけです。ということはその5の乗法の逆減を計算するわけですね。で、この計算はその487と5をからここを取ってくるその拡張ユークリッド5乗法によって計算することができます。で、実際にその拡張ユークリッドの5乗法でその乗用列を計算していきますと、まあ、こんなふうに計算が進みまして、で、最終的にマイナス 2×487 と 195×5 の和が1ということになりますので、この乗用感での5の逆減は195ということになります。で、そこで5分の2というふうに与えられた有理数をですね、分子の2とそれから分母の5の逆数である195をかけて390という値とし減としてこの乗用感に埋め込んでおきます。あとここまででしょうか。で、次にその有理数の加算のもう一方の3分の1をですね、この乗用感に埋め込みます。で、ここでは分子は1で、分母が3ですから、そうするとそのこの3のこの乗用感での逆減、乗法の逆減を求めるわけですね。で、それは487と3から始まるその拡張ユークリッドの5乗法の計算をすることになります。で、実際に計算していきますと、こちらにありますように、1×487 マイナス 162×3 が1に等しくなりますので、そうすると、487を法とする3の乗法の逆減がマイナス162ということになりますが、これは487を法として正の値を取ると正整数を取ると325ということになります。で、そこで今回はその3分の1をですね、325という減としてこの乗用感に埋め込みます。で、以上の準備が終わった後で、その5分の2プラス3分の1を今のこの乗用感での計算に帰着させますと、そのまあ、まずここは今のところはまだそのこの計算の正当性についてはまだチェックしておりませんので、まあ、とりあえずアイディアに従って形式的にやってみますと、そうすると390プラス325で、まあ、715になるんですけれども、487で割った余りを求めて、まあ、228という減が求まったことになります。で、次に確認したいのは、で、一応まあ今までの知識でその228というそのなんか計算結果が出たんですけれども、それが実際にですね、その1つ目はその t 分の r がですね、
そのこの常用管に移したときに、228に移るようなそういう分母と分子 RT が存在するかということがまず一つ目の問題 でもう一つの問題は、もしその今の条件を満たすような分母と分子ですね、 R と T が存在した場合に、それらがもともと我々が目的としていた計算の結果ですね、この場合は15分の11という結果を求めたかったわけですけれども、そういう計算結果に対応しているかということが問題になります。で、そこでですね、ちょっとそのなんかゴールから遡っていくような論法、発見的な計算法ですけれども、とりあえずその拡張ゆっくりと互助法でですね、15分の11という有理数を今考えている Z オーバー 487Z の常用管に埋め込んでみます。でやり方としてはこれまでと同じようにその487をまず法とする15の乗法の逆円を計算するわけ でこれは487と15から拡張ゆっくりとの乗法を計算していけばいいわけですね。でそうしますと、こちらにありますようにマイナス 2×487 プラス 65×15 が1に等しくなりますので、そうすると487を法とする15の乗法の逆減は65ということになります。でそこで15分の11をですね、この乗用管に埋め込みますと、15分の11というのが 11×65 という計算結果に移されますので、 11×65 を実際に計算しますと715と。でこれを487で割った乗用を求めますと、228になりました。でこれは228というのは何だったか、じゃあさっきの計算結果はどうだったかっていうと、その5分の2プラス3分の1をそのこの乗用管で行った計算結果が228と出ていましたので、一応結果は一致しているわけですね。ということで、そのどうも今の計算は、うまくその5分の2プラス3分の1をこの乗用管に埋め込んでいった計算結果が、どうも15分の11をこの乗用管に埋め込んだ値と一致してそうだということが言える、まず見ることができるわけです。で、そこでじゃあ次にですね、そのこの228からここは今日 のポイントの一つなんですけども、この計算結果は228という乗用管の値からその元の有理数を復元するという作業が必要になるので、まずそこの計算手順だけ先に示したいと思います。これをやるには乗用管の法である487とそれから求められた計算結果のこの228からですね、その拡張ゆっくりと互助法で計算を行います。でそうしますと、R0 が487で R1 が228で、で、順々に、乗用を計算していくんですけれども、この乗用がですね、その、あらかじめ与えていた、この15という値ですね、15は この15という値で、よりも等しいか小さくなった段階でその計算をまず終了します。そうしますと、ここまでの計算結果からその、実は、拡張ゆっくりと互助法の計算結果から、こういう関係式が得られました。11イコールマイナス7かける487プラス228かける15ということで、これをですね、その487を法とする合同式に直しますと、その11が15かける228と合同であるという結果になりました。で、ここでそのここでですね、その、
結局ここから言えることは、その R が 11T を15と置くことで、まあ、あの T 分の R を復元可能だっていうんですけれども、これをそのもうちょっと詳しく見てみますと、この両辺にですね、その15の逆元をかけたものとします。まあ、15の逆元ですね、あの情報の逆元だから15のインバースをかけたものとかけることにすると、右辺の方は228となりまして、で左辺の方は 11×15 の逆元ということで、形式的にはその、まあ、有理数の15分の11に対応する数が得られたことになります。ということで、まあ、あの今のようなその有理数の再構成を行う根拠となっているのはこちらの定理 4.82 です。ここではまず N と B と R スターと T スターを、まあ、整数と置きまして、でそれから B は0以上 N 未満、それから N と R スターは0以上で N 未満と、それから T スターは正の数とします。であと、N と B から始まるその拡張ユークリッド互助法のその乗与と S と T ですね、これを Ri、Si、Ti と置きます。で、次にこの J をですね、その、まあ、Rj というのはこの乗与ですね、上の拡張ユークリッド互助法で計算されてきた乗与が、R スター以下になるような最小のインデックスとします。でこの時にその Rj、まあ、Sj、Tj というのが求まっているんですけれども、Rj を R プライムと置いて、それから Sj を S プライムと置いて、それから Tj を T プライムと置きます。で、でさらにですね、このある R と S と T が存在していて、まあ、R が NS プラス BT という関係式が成り立っていて、で、R スター、T スターにはこのような条件が成り立っていると仮定します。で、この時にその、まあ、次が成り立つっていうのがこの定理の主張なんですけれども、まずその、まあ、T プライムの、まあ、絶対値は、T スター以下であると。で、それからもう一つは、もし N がですね、R スターと T スターの積の2倍を上回る数であるならば、ある、非ゼロの整数 Q が存在して、その R と S と T がそれぞれ R スター、S スター、T スターの、9倍になっていると。いうあの定義のがこの主張です。ですので、まあ、こういう条件を満たすようにそのあらかじめその与えられた有理数を乗与管に埋め込んで、その乗与管上でその有理数 の, その、まあ、計算にですね相当する計算を行うと、その計算乗与管の計算結果からその求めるべき元の有理数が復元できるというのが、まあ、この有理数の再構成に関する定理の言っていることです。ちょっと条件は複雑ですけれども、これはちょっとまた各自で確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。ここまでその有理数の再構成に関する計算を説明いたしました。